はい、どうも、ゆきちゃんです。今回ね、群馬県ですよ。天気も良くて、ここに来ました。Rラボ。例のね、札幌のとこっすよ。ね、あら、どうもー姉さん。あたし、あたし。いたのね。いたんよ、もう、うん。ありがとう。また来てくれたの。来たわよ。好きだね、あたしのこと、うん。やっぱね、この間みんなで来たじゃない。やっぱね、内緒で付き合ってるから、あ、そうだね、あんまりイチャつけなかった、ね、言えないもん、ね、そうそう、みんなに言えないからラブサップしたいじゃないですか。ラブサップ、今日2人で、2人いいじゃん、いいじゃん。じゃあとりあえずちょっとロッチ寄ってください。そうですね、どうぞ。今年からね、ロッチはスノーボードショップとして冬販売しますから。やるの？皆さん来てくださいよ。売りますよ、WRX 売るから。そういえばそうだった。冬ね、コロナが落ち着いてれば、うん、あのお酒の提供もまた再開しますんで。そうですね、じゃあちょっと行きますか。行きましょう、早速。行け行こう、行け、2人で行け、私とラブサップ行こう。到着到着、赤谷湖。赤谷湖ですよ、今回は。え、前と違うとこっすよね。そうです、島湖じゃなくて赤谷湖の方です、ね、もう面積がむっちゃ広いんで半端じゃねえ。ちょっとね、今日は、お盆の長雨のせいでちょっと濁ってますけど、はい、普段もうちょっと綺麗なんですよ、うんうんうん、いやでも今日でも十分綺麗ですよ、これ。で、今日はもう風がなくてメンツルですよ、最高のコンディションですよ、ね、うわ、早く行きて、ちょっとロングツーリング行きます。行きましょう。行っちゃう、やばいよ今日、うん、ちなみにここは有料？ここはね、有料です。サップとか、はい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 、カヌーとか、はい、持ってくるときは1日桟橋料がかかるので、はい、皆さんしっかり、あ、そこはね、桟橋のおじさんに声かけてください。桟橋のおじさんにちゃんと、ダメよ、柵とか越えちゃ。あ、こっからドロップインしたね。ダメ、危ないし、ていうかここ危ねえ、危ないし。で、そうですね、探すと越えられちゃうようなところあるじゃんとか、そういうのやめてね。あ、そうですね、はい、必ず桟橋 2箇所あるんで、2箇所の正式なところから入るようにしてください、うん、お願いします。かしこまりました。駐車場はね、こんな感じで。駐車場は無料？無料です。あ、じゃあここは止め放題だから、トイレもあるしね。トイレもあるし、うん、入口には私の愛機アチャを、アチャ、アチャロッカーボードですよ。新型です、今年生まれた。アチャって名前、女子力高いな。すごいでしょ。かっこいいな。前もストンプボックスだったけど、うん、前より何かでかいのにストンプする、ね、あー、このタイプ。そう、ロッカーボードで直進性失われると思いきや、こんな長いフィンが入ってるから、直進性もありながらロッカーでくるくる回るみたいな、やばいボードです。え、ちょっと面白そう。めっちゃ反ってるっすね。で、うん、もうトリックしてもらいたい、これで。お、いいっすね。ちょっと遊ぼ。え、今日めっちゃ良くないっすか。いや、これね、正直今日運がいいよ。赤谷湖は風の谷の赤谷湖って呼ばれるぐらい何それ。午後は風が出る湖なんだね。だからガイドなしだと結構きついよ。あ、焦げないとね、うん、みんな気をつけてね、マジで。ガイドは風読んでるからさ。ああ、風の谷の赤谷湖。あ、風の谷の赤谷湖、午後ほんと気をつけて、みんな気をつけます。今日マジで綺麗っすよ。今日もうめんつるすぎるよ。ラッキーどころすごいじゃない。やっぱ2人のデートだから持ってんすよ、私がね。うん、姉さん持ってんすよ。私が持ってん、うん、プライベートで使う人は、はい、ここに来て桟橋のおじさんに、うん、しっかり桟橋料払ってください。了解っす、お願いします。ドロップイン覚えてる？覚えてます。このドロップイン覚えてます。カッコつけるやつでしょ。そう、カッコつけるやつ。トン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 つって行きましたね。みんな気をつけてよ、これ練習してから。バックした。でね、これ桟橋から出るときは釣りされてる人もいるので、釣りしてる人たちの横は静かに配慮して通ってくださいね、お願いします。それ反応良くないでしょ。そいつサップ R っていう最高級のパドルなんで、これ欲しい。やばいよ、私のもサップ R。 このパドルめっちゃ漕ぎやすいんですけど、なんでシャフトはもう最高に硬いパワー型のやつ。それえ、これ紐大丈夫？大丈夫、引っかかんない。ストンプボックスですから。ああ。フィンが引っ込むから。ガチョン、すげえ。超広いでしょ。ちょっと楽しい、もう楽しいもん。ゆくちゃん、それパドル漕いでて感じない？ちょっとスライスしてみて、ラダー曲がる、すげえ曲がるし、パドルに水の抵抗感じないでしょ。シューって切れない。なんだろう、やっぱツーピースだとこれがあぶれるよね。ないんですよ。私これ欲しいわ。これずれ、これさ、流線形してるの、これわかる？この横、これえ、スプーンみたいな感じ。そうそう、で、この見て、甲側これ
丸いでしょ、船の違いよりこれの違いが大事かもしれない。サップ R やばいからマジで、これマジやばいよ。サップ R の値段見てもびっくりしちゃうかもしれないけど、みんな正直言うけどね。え、5万これ5万、5万。いやでもちょっと欲しくなっちゃうな、5万は。いやもう私たちはもう毎日使うもんだから、で全然折れないし壊れないから。これわかるかな、この水の切れ具合、このわかる、この水を邪魔しないこのサップ R の R はここだからね、これ。お早速試乗しております。アチャーの新型の機能を試しております。おえいやめちゃくちゃ回ってるのかな。全然動けるめっちゃ動けるよ。じゃあほら芝子でやったスリーいきなりやってみて。行くよ、うん、行くよ行くよ。怖え、落ちそう。カッパいない、カッパいない、カッパいない。行くよ、はい。チーンってなってる、絶対チーンってなってる。安定感見せろや、安定感。ちょっとその朝の安定感見せるとこだったのね。あんたなんか気づかれた、気づかれた、うちのチームに気づかれた。こんにちは、すごい楽しそうな人たち来た。どこの皆さんなんですか。あれですか、安心安全信頼で有名な R ラボさんですか。まあ私なんだけどね。何この茶番。奥に渓谷があるらしいっすよ。そうなのよ、ここさ猿ヶ京っていう渓谷があって、やばいよ、冒険感超くすぐられるよ。いやもう行きたいよ。え、やばくないっすか、これやばいっしょ。この間来た時より水位めっちゃ下がってるからすげえ。これが有名な風の谷の赤やこですよ。風がすごい、風来るでしょ、波立ってるでしょ、湖面がね。みんなもわかるでしょ、ほら見てこの冷たい空気、この渓谷に行く姿、すげえ、めちゃくちゃすごい。響くよ、声響くよ。あやばい、うわほらすごい、やばい、ちょっとやばいこれ。緑の洞窟に入っていきます。洞窟じゃないけどね。これさみんなで春来た時この橋触れたの分かった、触れた。春来た時はこの橋がパドルで触れるぐらいなんですよ。やばい。で渓谷に入る時はみんな気をつけてほしいのは、落石があるかもしれないから必ず中央を通ってください。立たない方がいいですかね。立たない方がいいかも。最初はやっぱ壁沿いで、壁に頭とぶったら危ないから、ね、よっぽど慣れた人じゃないと発災前、このもうほらサップ 2,3 テーブルぐらいしかないでしょ、幅が。ここちょっとやめとこ、ちょっとやめとこ。でほら春もさ沢んとこ入ってた時落石があるかもしれないって説明してたじゃん。すごい、見てこの谷感、すごいよ。冒険、冒険なんですよ。冒険夏の赤やこは冒険感がね半端ない、くすぐられるから。水が減ってるから狭くなってる。あーここね。で運がいいとほらバンジー見れるかもしれない。あーあとバンジー、バンジー、おこのロケーション、この滝やばい、やばいわ。うぅめっちゃ撮ってる、めっちゃもうおのぼり参加ぐらい撮ってる。やばいよ、半端ないっすよ。島なかったでしょ。なかった、ない、こんなのなかったよ。これね、これ信じられるでしょ、信じられないでしょ。みんなこっから撮れたんだぜ。ジュラシックパーク、ジュラシックパーク感ある、ジュラシックパーク感あるよ。早い、前漕ぎやりたいの分かるけど早い。ねえバンジー真上に、ちょっと水も冷たい。
向こうから赤谷川が流れ込んできてるから本湖ね、向こうの広いところからこの狭い渓谷に来ると水がもう一気に冷たくなるから、プライベートで漕ぎに来る人はね、ウェットスーツ推奨です。真夏はね、こういう格好でもいいと思うよ。うん、めちゃくちゃ景色やばいんですよ。いや、やばいっすよ。赤谷湖もやばいんですよ。違う湖に感じるんで、春と夏で、うん、もう湖、これ湖、これもうでもこれはね、渓谷の中を通ってる赤谷川、どんどん水冷たくなってどんどん透き通っていくよ。今日冷たいでしょ。自然だ。で、風の谷通り過ぎたら風ないでしょ。はい。あ、これね、今ね、メンツルだからかなり鏡面になってるよ。徐々に透明度上がってきました。ほら、腐葉土ね、この腐葉土全部葉っぱ、水冷て、水冷たいよ、やばい、だいぶ透明度上がってきた。ここで落ちたら寒いと思う寒いよ、寒いよ。ほら、これ待って、あ、こう行けないっすか。行けないよ。あれ、春行った時にほら、最初の動画、みんな見てね、最初の動画、みんなでやった動画、 YouTuber で、お、これほら、みんなで滝浴びした滝だよ。これが夏の赤谷湖です。ほら、めっちゃ透明度上がってきた。超冷たいな。超冷たいよ、向こうから赤谷川流れ込んできてるから。超冷たい、マジで。ほら、ゆっくり漕いでったら魚の群れにも会えるかもね、向こうから来たら。あ、ほら、めっちゃ綺麗。あ、いる、クソでかい魚いる。どこいた。あー、いる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 、めっちゃいる。濃い、でかいの、濃いだな。こういうのだけでもめっちゃ感動するでしょ。やばい。ほら、めっちゃ透明になってた。恐竜とかいないですか、大丈夫ですか。恐竜はいない。恐竜いない。今日、カッパの伝説があるよ。で、この間、うちのスタッフがカッパみてえのいたんすよ、みたいな。僕行った時ですよね。そう、なんかギバちゃんがね、うちのスタッフのカッパ見た、なんかシュッて消えていなくなった。人間から顔出して潜った。あそこのラインわかります？あの上のね、映像で、あのラインまで水があったってことですか。そう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 、10メーターぐらい上まであった。ほらほら、後ろを見ると木がさ、ああ並んでるでしょ、水平に。あそこまであった。あれ、あれくぐったじゃん、だってヨッシーパイセンたちくぐったっす。ジャングルクルーズ、ジャングルクルーズできないっすか。今日私サングラス忘れちゃった、致命的なことしてしまった。サングラス変更してるとね、この水の中めっちゃ見えるんだよ。みんなサングラスをこうレンズに通して見せたかった、失敗した。さあ、今日はここが限界ですね。プチ流水なんかできちゃったりして ね、 ね、ここほら、川で習ったやつできるよ。ただヘルメットかぶってきてないから、みんなスタンドアップじゃない方がいいよ。これほら、岩の裏、反転流、はい、岩の裏から、はい、ラダーでパーン。できるできるよ、プチ流水できるから、めっちゃ面白いんだ。ここもうこれぐらい流れあるだけでめっちゃ楽しいから、覚えると。おい、フェリーグライド。これぐらいの流れで練習すると面白いですね。すごいよ、めっちゃ動くからね、格段に楽しくなるから。おい、クロス、バックステップ。そう、そっからラダーで、そう、左でいいよ。おい、ストリームイン。おい、あ、顔、久しぶり見た、あの顔。お、樋口はパドリングを思い出した。こいでってクロス。おい、いたそれそれ。これパドリングやっぱちょっと覚えてるだけで、こういうとこは格段に面白いからね。これね、ジャンプオンの遊びとかたまにするんだけど、ヘルメットかぶってみんなやってね。イグちゃん自己責任でやります。走ってってそれに乗る、転ぶなら前のめり。うぅー楽しい。あ、ナルトいた、ナルトいた、ナルト、ナルトいた、懐かしい、懐かしい。新しい、井口は新しい遊びを覚えた。いいじゃん、自在じゃん。
これさ、ロッカーだから超楽しくない？楽しい。すぐ止まる、回転も。これ面白いっすわ。サップのね、性能によってだいぶ楽しさ変わるからね。うわー、今光がいいわー。天気やばい。見えるかな、みんな。ミッチのつがい。うわ、でかい。あ、見えてる見えてる。全然逃げていかない。慣れてるな、こいつら。春の赤やこと夏の赤やこ全然違うから、このね、渓谷はほんとめっちゃ冒険心をめっちゃくすぐらい。もうこういうとこ好きでしょ、あんた。はい、島湖もいいけど、赤屋湖もいいね。今日はでも運がいいよ。午後はね、風がやっぱ風の谷の赤屋湖だから。こんなに静かにサップするの久しぶりなんじゃない？すごいよ。いつも YouTuber と来るとバトルロワイヤルになっちゃうから。サップはね、みんなのイメージしやすいサップはこっちかな。あ、そう、これこっちなんだよね、うん、バトルロワイヤルも楽しいけどこれもいいわ。うわ、いいわ、めっちゃいい。すごいよ、すごい景色だよ。気持ちいい。ここ気持ちいいんだよ。この滝から来る風。めっちゃすごい風が。風うん、すごいよね。滝から来る風。このツアーはまじ。で、この渓谷感が半端ない。もう冒険感半端ないでしょ、ここね。ちょっとたまんないっすよ。風の谷を抜けております。たまんない。この風の谷の中央から向こう側から今度追い風になるっしょね、追い風になる。うん、上すごいっすね。うえーやべー。でもこういうえ、いつも激しいからね。なんか漕ぎ方を覚えて、うん、こういう、なんか行きたいとこに行けるようになったんですね。だから行けてるんですよ、漕ぎ方を覚えたから。そう、技術がね、楽しさを広げてくれるから。そう、なんかね、だから川とか行けるようになったらもっといろんな景色に行ける。行ける。だからみんな川やってんのか。やっぱね、技術が上がると、はい、リスクの高いところもリスクを抑えることができるんだよね。ほんといいんだよ、うん、だからぶっちゃけ言っちゃうと赤横午後風あるよ、みんな。だから、うん、もうすぐ、ほんと一人でプライベートで来る人は風気をつけて、あと雷、あ、広いからすごい沖に出てから雷なんか打たれた日にはもうやばいから。どんすね。そう、だから私たちガイドはその天候もすごい読んでるし、風も読んでるし、ロケーション読んで、お客さんの、そう、その日どっち、これね、赤谷湖はね、西川と赤谷川って2つの流れ込みがあるんですよ。で、ロケーションや天候の状況によって変えてるから、私たち。あー、その日の、そう、もう何が危ないって、風が危ないわ。あー、でもどれぐらいの風が危ないか分かんないじゃん、みんな。分かんない。だから本当に気をつけてほしい、プライベートでやってる人たちは。特にもう絶対マストなのはライフジャケット。これね、うん、
絶対マストでライフジャケット着てほしい。飲酒だと沈んできますもんね。そうそう、よっぽどのことがなければライフジャケットさえ着てれば沈まないから、うん、絶対に。インフレータブルはあの熱でそうバーストすることがあるから、本当に安物とか、もうね、なんか声が悪いかもしれないけど、どこのか分かんないようなの買っちゃうと、うん、本当、耐久性も低かったりするから、でそれでこれなしで、でもうやばい、足につけてたら、もうやばい、絶対やばい、だからうちはインフレータブルのうちはリーシュつけない、ライフジャケットつける。そして確かに別に船流れても命は助かります。そう、ライフジャケットをつけて複数艇、シングルでは絶対やらない。特に川とかはね、うん、湖も本当にシングルじゃない、私たちは絶対複数艇、うん、だから環境が変われば道具が持ってるリスクも変わるから、そこをね理解しないと。もうさ、何気なく喋りながら進んでる時のパドリングが様になってきたね。あのパドリングやってる人じゃないとそのラダーも出ないし、あ、方向転換、ね、うん、そうそう、そういうのが出ない。あの運転しながらハンバーガー食えるようになってきた、ね、そうあんま良くないんだけど、なんとなくこう向きとかね、速度とか調整できるようになって、こういうのもやっぱ技術を身につけるとできるようになってきて、余裕が出るしリスクも抑えられる。楽しむ余裕が出ますか、うん、あ、水ぬくい、ぬるいでしょ、こっち全然違う、こっち本湖だから水ぬるい、むっちゃ広いからね、みんな赤役はぬるいわ。でもなんかあの焦げるようになって、そういう知識とか技術ちょっと身につけたら女子と2人とかできたりして、いやそうだね、守れるぐらいの知識を身につけたり技術を身につけたりするのはすごくいいかもね。ほら私ほらそれでさ、あんたにモテてるじゃん。確かに安心だもん。あの何がヤバいとか教えてくれるもん。もうね、私一人でね、なんて引っ張れるからな、結構引っ張れるよ。なんて引っ張れるから。心強いな、おねえ。おねえ心強いな。であとやっぱほら、私たちここのローカルだから、はい、どこから上がれるかをもう熟知してるし。あすごいよ、ポツン感半端ないよ。めっちゃ天気いいし、こんな気持ちいい日なかなかないわ。午後に、ど真ん中でぐるぐる回る私の井口。